あの子が売っていたな真っ赤なスカーフ誰のためだと思っているのか誰のためでもいいじゃないかみんなその気でいればいい旅立つ男の胸にはロマンのかけらが欲しいのさララ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 スカワフあ今日はまあ火曜も燃えるゴミの日なんでね朝ゴミ出しに表出たら随分天気が良かったですね一日猫と寝てただけなんでそれ以降は表は出てないですけどいいお天気だったみたいでもったいないといえばもったいないんですけれどもまだまだ気温が低いとは思うんだけど通勤時なんかも天気のいい日はね随分、日差しも強くなってきたらしくて、日向は結構あったかい感じもしますね、拳だか木蓮だかといった花のつぼみも大きくなってきて、梅もパラパラ咲いてますねぼちぼちね少しずつ梅も、咲いてきて春の装いといった感じこの冬は全く誕生会には一回も出なかったかな一度も出ない鳥はほぼ見に行ってないでね、ちょっと寂しいんで、暖かくなったら誕生会も行きたいですね。グリーンショップみたいな、フラワーショップっていうか、お花屋さんで、観葉植物好きなもんですから、観葉を見に行くんだけど、やっぱ冬は集まんないですね。置いてないっていうか、あんまりモンステラであるとか、ウンベラータとか、エバーフレッシュあったり、定番のものが、いくつか置いてあったりするんだけどまたそれもあんまり状態良くなかったりして冬はやっぱり当たり前といえば当たり前ですが、ね、観葉植物もあんまりいい時期でないんでねどうもそういった植物であるとか鳥であるとかそういったところをこの冬はねあんまり楽しまなかったんでいろいろドライブなんかには行ってるんでね遊んではいるんですけれども暖かくなってからまた、そういった自然のもの野のものなんかに触れて遊びたいかなと思ってます。そうすると言うと今度はぼちぼちギター抱えて表でなんてことになってくるのかなと思ってだいぶ楽しみにしてますけど。